アイテム番号 SCP-237JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-237JP はサイト81の人型生物収容室に収容されています。1日に2回以上 SCP-237JP に対して機械での顔認証を行い、 SCP-237JP 本人が収容されている確認を行ってください。 SCP-237JP の収容室に近づく職員は職員証を所持することは許可されません。いかなる人物の身分証明書、会員証等も収容室に近づける行為は禁止されます。 SCP-237JP を担当する職員には常に2名以上の SCP-237JP と面識のない職員が所属している必要があります。注釈、 SCP-237JP の担当は基本的に SCP-237JP の特性の影響を受けない職員に割り当てられますが、SCP-237JP に過度な感情移入が確認された職員は SCP-237JP の担当から外されます。説明、 SCP-237JP は、タケという名の日本人男性であり、情報活動を職務としていた元財団職員です。SCP-237JP は孤児であり、血縁者はいません。財団に入団した際に、自身の公的身分を死亡したように偽装しました。SCP-237JP は現実改変能力とミーム的特性を有しています。SCP-237JP は自身の諜報任務のためマンションの一室を架空の身分で借りた際に特異性が発見され、収容に至りました。SCP-237JP の特異性は、SCP-237JP が架空の身分を公的に使用した14日以内に、使用した偽名と同姓同名の人物が、SCP-237JP が偽名を使用した近隣周辺から発見されます。発見された人間を検査しても、異常性は確認されません。発見された人物は必ず、SCP-237JP が使用した名前の人物として生活をしていたが、気がつくと自身の発見場所にいたという証言をします。この人間が主張する記憶と公的な記録に矛盾は生じません。SCP-237JP と適度なコミュニケーションを取った人間のみ現実改変前の記憶を保つことが可能です。しかし現実改変に直接巻き込まれる人間は記憶を保つことは不可能になります。SCP-237JP が名乗った身分と発見された人物の記録。2000年02月12日に SCP-237JP が使用した身分、名前、小柳、祐介、生年月日、1900年06月16日、住所、埼玉県、市、2丁目 11-1、マンション、203号室、勤務先、株式会社、コーポレーション、東京都、区、4丁目 2-6、空き家、電話は財団へ通じる。2000年02月18日に、山で発見された人物の身分、名前、小柳、祐介、生年月日、1900年06月16日、住所、埼玉県、市、2丁目 11-1、マンション、203号室、勤務先、株式会社、コーポレーション、東京都、区、4丁目に、6、会社が出現。電話は会社に通じる番号に変わっていた。最終学歴、大学理学部生物科学科卒業、本籍、福島県、市、4丁目 1-6、以下略。2000年02月20日に SCP-237JP が使用した身分、名前、鈴木、総一、生年月日、1900年03月4日、住所、埼玉県、市、1丁目 2-2、アパート、101号室、勤務先、株式会社、カンパニー、埼玉県、
市、2丁目1、6、フィールドエージェントが経営、事前に口裏を合わせていた。20、3月4日に、町工事現場から発見された人物の身分、名前、鈴木、総一、生年月日、19、年03月4日、住所、埼玉県、市、1丁目2の2、アパート、101号室、勤務先、株式会社、カンパニー、埼玉県、市、2丁目1の6、口裏を合わせていたはずのフィールドエージェントは発見された人物を最近雇ったと証言していた。雇った記録も存在している。最終学歴、県、工業高等学校電気科卒業、本籍、埼玉県、市、2丁目13の5、以下略。2000年3月8日に SCP-237JP が使用した身分。この身分は SCP-237JP の特異性実験のために作成されました。名前、花毛山、出彦、生年月日、1900年02月28日、住所、埼玉県、市、4丁目21の5、団地、B 棟303号室、勤務先、U、沖縄県、市、6丁目23、4、存在しない住所です。電話は、博士の携帯電話に通じます。最終学歴、大学、存在しない大学です。本籍、存在しない住所です。趣味、住宅街で屋根から屋根へ駆け回る行為。身分証明書の裏に記載しました。特技、3点倒立状態での般若心経の詠唱。身分証明書の裏に記載しました。2000年3月22日に、川、橋から下流18メートルの河原から発見された人物の身分、名前、花毛山、出彦、生年月日、1900、年02月28日、住所、埼玉県、市、4丁目21の5、団地、B 棟303号室、勤務先、U、沖縄県、市、6丁目23の4、既存の5丁目の一部が6丁目に改変された。電話は会社へ通じる番号に変わっていた。最終学歴、大学、既存の大学の名前が改変された。本籍、既存の住所の名前が改変された。ほい、発見時、酒を飲んでいた花毛山氏は、エージェントに保護される際、住宅地へ逃亡。その時、電柱によじ登り、住宅の屋根の上を駆け回っていた。保護後、酒の抜けていない花毛山氏は3点倒立をはじめ、般若心経を詠唱。エージェントによって一時的に拘束された。酒の抜けた花毛山に事情聴取を行うと、発見される前に友人たちと酒を飲み交わしていたと主張。名前の挙げられた友人等も難なく特定された。フリーランニングを趣味とし、高校では男子体操部に種属していた。お経が趣味の友人がおり、その影響で般若心経を覚えたと証言している。これを最後に SCP-237JP が架空の身分を使用する行為は禁止されました。ここまで忠実に改変されるとなると、生年月日まで実験対象にしなかったのは正解だったようだ。SCP-237JP がすでに存在している人物の身分を使用した場合は、SCP-237JP をその身分の人間と錯覚するミーム汚染を発生させます。SCP-237JP が他人の身分証明書を正面から視認できるように身につける、もしくは手に持って提示する行為により、その状態の SCP-237JP を視認した人間は、SCP-237JP をその身分証明書に書かれた人物と認識します。これは遠目や背後からの認識によって身分証明書内の文字の確認が困難であっても、SCP-237JP が正面に対して証明書を提示している限りは効果を受けます。SCP-237JP が映り込んだ映像や写真では、身につけた身分証明書が映像や写真内に映っていなくとも同様の判定です。絵画では効果は見受けられません。
精巧に作られた模造品の身分証明書でも効果があります。この特性は SCP-237-JP とのコミュニケーション、特に趣味や思考を理解し、共感し合ったり意見し合うような、踏み入った内容の対話を深めた人間には効果が見られないことが分かっています。SCP-237-JP のミーム的特性は実験により発見されました。SCP-237-JP が実在する身分を公的に使用した場合の特性を確認するため、博士は財団の承諾を得て、財団職員が経営する、全国チェーンのレンタルビデオショップの1店舗を貸し切り、実験を行いました。実験後、博士は受付をした店員にインタビューを行い、SCP-237-JP のミーム的特性を発見しました。記録を閉じる。実験記録。日付2000年月日。実施方法。レンタルビデオショップの店舗周囲を封鎖し、一般客を装った職員を多数配備。受付をする店員には店舗が貸し切られている事態を知らせないようにする。その状態で、SCP-237-JP が、博士の運転免許証を用いて、レンタルビデオショップの会員証の作成を依頼、その過程を、博士本人が SCP-237-JP の隣で観察。結果、SCP-237-JP は、博士の会員証の作成に成功。レンタルビデオショップ店員へのインタビュー記録。インタビュアー、博士。博士、なぜあの男性、SCP-237-JP、の受付で私の会員証を作成したのですか？店員、お客様が作成したいとおっしゃられたので作成しました。博士、あの男性、SCP-237-JP が会員証を作成する際に、私がいたことに気づいていましたか？店員、はい、気づいていました。しかし、博士様が提示した身分証明書と、博士様は一致していると確認したので、会員証を作成させていただきました。博士、つまり、あなたは、博士、という人間が、目の前に二人いるように認識したのですか？店員、はい。博士、あの男性、SCP-237-JP が提示した運転免許証の写真と、あの男性、SCP-237-JP の顔は同じに見えたのですか？店員、いえ、確認させていただいた運転免許証の写真と、博士様は別人のようにお見受けしましたが、しかし同一人物だと思いましたので会員証を作成させていただきました。博士、別人だとは認識できたのですね。店員、はい。しかし同一人物だと思われたので会員証を作成いたしました。博士、つまり、別人物と認識すると同時に同一人物だと認識したのですか？店員、よくわかりませんが、少なくとも同一人物だと確信したので、会員証を作成したのは事実です。別人物だというのはわかりますが、そこまで気になることとは感じませんでした。博士、わかりました。では次に会員証作成書類にあの男性、SCP-237-JP、運転免許証に表記されているのとは違う名前を記入していたのですが、なぜあなたは運転免許証に記された名前で会員証を作ったのですか？店員、お客様が記入ミスをしたものと判断し、修正して作成させていただきました。博士、あなたは普段の業務でも、お客さんが記入ミスをしたら勝手に修正しているのですか？店員、いえ、そのようなことはいたしません。記入ミスと判断できるような箇所を発見したらお客様本人に書き直しを要求させていただいております。博士、なぜ、今回に限ってあなたの判断で、あなたが修正されたのですか？店員、そう言われると私もよくわかりません。ただお客様が提示した身分証明書と、
お客様本人が同一人物と確信していたのは確かです。博士、そうですか。わかりました。最後にこの写真の男性と私を判別できますか？誰の身分証明書も所持していない SCP-237JP の顔写真を見せる。店員、私にはどう見ても別人に見えます。博士、わかりました。おい、入ってきてくれ。SCP-237JP。博士の運転免許証を首から下げて、レンタルビデオショップ店員の前に姿を見せる。博士、彼と私を区別できますか？店員、顔は違いますが同一人物に見えますね。博士、わかりました。インタビューを終了します。録音終了。インタビュー終了後、レンタルビデオショップ店舗職員全員を記憶処理し、貸し切りと封鎖を解除しました。SCP-237JP 聴取記録。聞き手、博士、対象、SCP-237JP。SCP-237JP、博士、確か私の収容前の私物はすべて保管されているんでしたよね。博士、ええ、そうですよ SCP-237JP。SCP-237JP。私の死亡手続きをする際、私がいた孤児院の人間の記憶を処理し、私がいた記録をすべて回収したんですが、その回収した中に私が写った写真があるのですが、見させていただけないでしょうか？博士、申し訳ないですが私一人の判断じゃ決めかねます。ですが、その要望が通る確率は低いと思ってください。元職員ならわかるでしょう。それと理由も説明してください。SCP-237JP。はい、わかっています。私が私の性質を考えた時に、嫌な予感がしたんです。それは私が名乗っていた竹という名前が私じゃない可能性についてです。直接見せてくれなくて結構です。モニターを通してで構いません。それでも不可能なら諦めます。博士、自らの特性を考えるのは自由ですが、研究をするのは我々です。私は SCP-237JP のミーム汚染に耐性があり、SCP-237JP を他の誰とも錯覚していません。写真の件は期待しないで待っていてください。SCP-237JP、わかりました。ありがとうございます。4日後。博士、許可が出ました。しかしモニター越しです。場合によっては記憶処理を行います。SCP-237JP、ありがとうございます。収容室内のモニターに写真が映し出される。SCP-237JP。16秒間沈黙。何度も見たはずの写真なのになぜ今まで気づかなかったんだ。12秒間沈黙。博士、嫌な予感が当たりました。これは私ではありません。博士、画像を消してください。SCP-237JP。今なんて言いました？SCP-237JP。これは私ではありません。博士、次は私が死亡手続きをした日の、私がいた町の火葬場の記録を調査していただけないでしょうか？それと私の墓もです。博士、会話は終わりです。SCP-237JP。勝手な発言は認めません。この聴取後、SCP-237JP のミーム的特性を受けない職員50名を招集しました。SCP-237JP と SCP-237JP が所持していた写真に写る男性の判別をさせた結果、50名全員が同一人物と認識しました。しかし経年変化に対応した機械での顔認証を行ったところ、96% の確率で別人物という結果が出ました。写真は厳重に保管されました。この時、写真の判別を行った職員50人全員が、この機械は壊れている。私たちは間違えていない。
ット自身の認識に確信していたため、SCP-237-JP の担当職員には、SCP-237-JP と面識のない職員も当てられることとなりました。SCP-237-JP が入団以前に住んでいた町の、仮想上の調査が行われました。その結果 SCP-237-JP が死亡手続きを行った日の数日後に、竹、という人物の死体を仮装した記録が発見されました。続いて SCP-237-JP の墓を調査した結果、中から骨の入った骨壺が発見されました。博士、SCP-237-JP、あなたが昔に行った死亡手続きは財団が協力しました。しかし、仮装上の記録や骨壺は一切財団は関与していません。あの墓は空っぽだったはずです。あなたが行ったのですか？ SCP-237-JP。いえ、博士。私はそんなことはしていません。その記録は竹の死体を仮装した記録でしょうし、墓の下に眠っているのも竹本人のものなのでしょう。博士、何を言ってるのですか ?SCP-237-JP。竹という名前はあなたの本名でしょう ?SCP-237-JP。だから写真を確認させていただいたのです。あそこに写ってるのが本物の竹なのでしょう。博士、本当に何を言っているんだ竹 ?SCP-237-JP。ふざけるな、竹、じゃないならお前は一体誰なんだ ?SCP-237-JP。博士、それは私が一番知りたいことです。竹、という名前すら借りていた私は一体誰なんでしょうか。この聴取後、博士は SCP-237-JP の担当を外されました。